メンタル疾患になると友人がいなくなる問題。精神科医カバサーショーのカバチャンネル、今日は質問いただきました。長年にわたりうつで休職したり復職したりを繰り返しています。罹患する前、罹患して復職し仲良くなった同僚上司などに LINE などを送信しても返信がありません。信頼できる上司の見解は、あなたは病に罹患してからも時間が止まっている、他の人は時が流れている、それだけのこと、普通のこと、とのドライな言葉が、樺沢先生はどのように思われますかということですね。まあ私もいろいろとたくさんの患者さんを見てきましたけども、ほとんどの患者さんに共通する経験というのがあるんですね。メンタル疾患になって精神科に通院するようになり、会社とかを休職しなきゃならなくなるといった状態になった時にですね、今まで自分の友達と思ってたような人たちがスーッとですねいなくなっていくという、まあ何%沈没する直前にネズミが避難するかのようにですね、皆さんの友達と思ってた人たちがみんなスーッといなくなっていくという現象が起きる。これをよく患者さんから報告されます。この方も多分同じ現象ですね。正直言ってですね、メンタル疾患の人とかあまり関わりたくないというのがですね、世の中ほとんどの人たちの正直な気持ちの持ちようと。これはまあ差別だ偏見だっていうことになるかもしれないけど、現実としてそうなのでしょうがないという部分がありますね。なので自分が例えばメンタル疾患になって病院に通ってるっていうことを他の人に言ったり、知られた瞬間に友達がいなくなるっていうことは現実的には非常によくあるという問題でございます。なので当たり前の問題なので悲観することっていうのは全くないと私は思うんです、ね、じゃあどうしたらいいのかって言った時に、まあ、病気になってからしょうがないですね。これね、なる前に自分がそういう心の悩みを持った時とか、ちゃんと相談できる友人っていうのをやっぱ1人できれば2人ぐらいねいるといいな。まあそれを世の中親友という言葉で表現するのかもしれないけど、本当に困った時に相談できる人が1人いるだけでやっぱり人生っていうのは救われるし、死にたいと思った時に例えばそういう人が1人いただけでね救われるっていうことはあるんですよね。だからそういう本当に困った時に相談できる友達をちゃんと作っておくということがとても重要であり、職場の同僚とか職場の友達とか上司とか職場の人間関係はまあ全くと言っていいほど当てにならない。だから職場の中でつるんで飲みに行ったりですね、職場の友達と遊ぶっていうのは何の足しにもならない、ごくごく上辺だけの友達にしかならない場合がまあほとんどですね、まあ、90% 以上と言っていいでしょうかね。まあ10人20人いたら1人ぐらいそういう親友に進展する人もいるかもしれないけども、要するにあなたが会社をクビになってもちゃんと友達として付き合ってくれる人っていうのが本当の親友なので、そういう人っていうのはなかなか会社で知り合った人の中から生まれる可能性っていうのはとってもとってもとっても低いんですよね、残念ながら。だからよく飲み会とかで付き合いで飲み会に行かなきゃいけないとかね、顔つなげのために飲み会行かなきゃいけないとかね、断れないとか言うんだけども、まあそんなくだらない飲み会に100回参加したとしても親友は絶対できないので、そういう人間関係の薄い関係性を100人作ったところでね何の足しにもならないんですよね。そんな時間があれば本当に話せる友達っていうのを1人持たなければいけないということでございます。この質問していただいた方は今から何かできることあるのかって時なかなか難しいけども、まあそういう元の会社の同僚や上司というのが全く当てにならないというのが実に当たり前のことなので、そんなに悲観しないでですね、これからでも本当に相談できる友達を1人ぐらい作っていくってことをちょっとエネルギー注げれたらね、人生もう少し楽に生きれるんじゃないかなと思いますので、参考にしていただけたらなと思います。精神科医カバサーショーのカバチャンネル、毎日の動画を見逃したくない方はチャンネル登録をお願いします。登録はこちらから。